こんにちは、ケイドラです。タイトルにもあります通り、またまた日本を飛び出しちゃいます。まあ、前回台湾に行ったんですけども、今回は香港に行ってきます。まあ、香港に行って何をするかと言いますと、こちらですね。5周年アニバーサリースペシャルイベントっていうものが、台湾、香港であります。まあ、これは何かと言いますと、反対地盤もその5周年なんですよね。その記念イベントが、モンストグランプリアジアチャンピオンシップが開催される日に、同時でやりますという感じで大きなイベントが開催されます。まあご覧の通りね、左側にはコニーさんとかナタリーさんとか、前回ね反対地盤の超絶でも活躍してくださったコニーさんもねいますね。まあちょっと右の方は存じ上げないんですけども、まあ有名な方っぽいですね。で、日本からは僕たち獣神帝一門がイベントに参加しまして、まあ現地の方とマルチしたりとか、まあ通訳の方がいらっしゃるんで、まあそのスタジアム練習どうしてるのかとか、まあ、これからスタジアムに出る方とかにもお話をするんで、まあ、そういう機会を設けようというところで海外に行ってきます。今回が2回目のね海外進出なんで、本当にね台湾も楽しかったし、土産話もたくさんあったんですけども、香港でもねいろいろと面白いことがあると思って、楽しんでこようと思います。なのでちょっと日本にはしばらくいないんですけど、動画を上げ続けるんで、ね、よかったら見てください。まあただそれだけの動画なんですけど、雑談でもしようかねって思ったんですけど、とりあえずあれですね、リズくんの出番が僕の動画とかでめちゃくちゃ少ないっていうか、ほぼ一旦撮ったことないんじゃないかなと思ってるんで、まあそろそろね出してあげようかなっていうか、あのタイミングがいつも合わなかったんですよね。プロツアーとかだったらもう本番だし撮れない、グランプリだったら本番だし撮れないっていう感じでタイミングがなかったんで、今回、まあ、ほぼ初めてかな。チームとして、イベント参加っていう風になってるんで、まあ、これを機に、いろいろと撮ってこようかなと思ってますので、お楽しみに。はい。まあ、長々と話してもあれなんで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、香港、行ってきます。